きチャンネル。こんにちは。こんにちは。今日はすで、あれ、はい、黒い覆面いいですか。え、なんですか、黒い覆面。黒い覆面しなくても。あ、まあ、ちょっと前回黒い覆面させてもらったんですけど、あ、まあ、あのイーグルスのユニフォーム着てね、あ、まあ、やっぱ自分の姿で出た方がいいかなと思って。今日なしで。なしで、はい。今回はすで、はい、あの FA 短縮問題です。はい。はい、あのまあこれ毎年そうなんですけど、うん、オールスター開催される場所で。はい、シーズン真ん中っていうところもあって、その選手会の総会が、はい、その年2回そことシーズンオフの12月で必ず2回行われるんですけど、まあ、そこでね行われたところで、プロ野球選手会は、7月26日臨時大会で FA 取得年数、現在ね国内8年海外9年を6年に統一することを今後12球団側と交渉し、ね、交渉していくっていう決議したんですけど、はい、まあ、FA はですね、まあ、現状一番最初は逆指名選手、一番最初ですよ、はい、1993年にできたんですけども、はい、一番最初はドラフト逆指名制度による選手は10年、はい、でその他の選手は9年経過で取得できたんですよね。だから通算、はい、だから10年でいうと1450日、はい、9年でいうと1305日を経過、はい、一軍登録されればできて、でそれが2003年から2007年、逆指名選手も全選手9年で、はい、だから短縮されたんですね。だからちょっとずつ短縮されてきてる、短縮されて統一されたわけですね。そうそう、はい、で今2008年から、うん、今に至っては2006年までにドラフトへ入団した選手は、はい、8年、うん、だから通算1160日、はい、で2007年以降のドラフトへ入団した高校生選手は8年、うん、はい、で2007年以降のドラフトで入団した大学社会人選手は7年、うん、で取得できるんですよ、はい、だから言えば一番最初から比べると、まあ、もし逆指名選手だったら3年短くなってる、はい、それでも、うんうん、でも海外はずっと9年、はい、っていうね、うん、ところになってて、はい、選手会がねこれをということは結構短く短縮する。そう、しかも海外も9年なの6年に統一だからね。そうですね、だから現状も2007年以降に入団した大学社会人選手は7年なの、はい、だその選手たちが1年短くなって、うん、で9年か6年統一目指していくっていう、ね、はい、でそこでよ、あの選手会計委員会委員長の広島カープの鈴木球団本部長は、はい、今コロナの状況を待って大変な時期なのに、うん、権利を主張する時期かなと言いたいと、うん、試合数がコロナで減っても、コロナに感染しても特例など FA 日数を加算してきたと、うん、だそういったところは FA 日数減らないように、はい、うん、球団側も譲歩してるわけですよね。そういうことですね、うん、で故障者特例で加算してもいると、うん、FA 日数が減らないようにね、うんうん、故障者特例でその怪我してしまったのは、はい、なんかあの故障者制度みたいなのが入れば、うん、今までだったら抹消されたらそれは加算されなかったんだけども、はい、それは仕方ないね、じゃあ FA には加算しますねっていうところもね、そこも折り合いつけてると、はい、今は PCR 検査費用かかりお客さん入場者数も戻ってないと、うん、野球界が置かれている状況を理解しているのかと言いたいという苦しい状況、はい、FA 期間短縮と言っているが実質アメリカよりも短いと、うん、球団がどれだけ赤字を出しても耐えているかというのを考えてもらいたいと、うん、今はシーズン乗り切ることを考える時期と、足元を見つめ直す時期だと思うとコメントしたと、うん、これにプラスアルファ6年と、あとは人的保障撤廃も言ってるんですよね、はい、っていうところでね、うん、考えると、はい、甘いっていう、これは選手会の考えが甘いということですか。そうだね、はい、正直ね、うん、ってなった時に、はい、特にカープとかだとじゃあ6年にしますよと、はい、人的保障なしですよってなると、結局お金ある球団だけがもう搾取していくのよ。あ、まあそうですね、うん、で人的保障もないから、はい、まんまん取れんじゃん、はい、で資本力がない球団とかは、うん、取られ損、はい、取られて、うん、もう6年で、はい、どんないい高校生取っても、うん、6年で、まあ、いなくなっちゃうわけよね、うん、最短で言うとね、はい、っていうことは取られ損になるから、うん、それは結局、まあ、交渉ごとで一番大事なのは、うん、自分の権利を通したい、うん、その代わりあなたたちにもメリットありますよっていうのを言わないと、うん、まとまるのもまとまらないわけよ。そうですね、選手会はこういう考えでこうしてほしいです、うん、それは球団側にもこういうメリットがありますよっていうのを出さないといけないです、ね、そうそう、ってなった時に、うん、国内海外問わず、うん、FA6 年に統一、はい、人的保障なし、うん、球団側に何かメリットありますかっていう、うん、確かにそれ一部の球団だけなのよ、メリットあるのは、はい、だから資本力のある球団は、うん、そうなったらいい選手どんどん取りたい放題になって、はい、しかも人的保障で取られないし、うん、はい、
こんないいことないじゃんね、うん、でってなった時に、はい、でその中にはね違うところ の記事の中では、うん、で結局若い選手をプロテクトして、はい、ベテラン選手がプロテクト外に弾かれて、うん、っていうところになってて結局若い選手の流動ないからって言ってんだけど、はい、いやいやだから現役ドラフトするんだからそっちで補填されてるからいいじゃんと俺は思うので、はい、そこでね、はい、でこの球団にメリットが1ミリもないから、はい、その交渉じゃ通んないよってじゃあなんで言い出したかっていう、うん、それを、はい、これ一つの要因が俺はあると思ってて、はい、やっぱ打ち上げ花火は打ち上げないと進まないから、うん、通ると鼻から思ってないんだよ、はい、あの選手会側も、うん、でも言い出さないと始まんないししかも総会やったのに別に何もありませんでしたじゃあお前ら集まって何やってんだってなるから今答えも出さなきゃいけないわけ、はい、ってなった時に壮大な年月をかけて現役ドラフト言ってきて、うんまあ、それがもうねこの今年の年末に起こられる可能性がもうかなり現実になってきた形になった、うん、次の打ち上げ花火を上げなきゃいけない、はい、じゃあ FA 短縮で行こうっていうところの打ち上げ花火をとりあえず上げたっていうだけで、はい、でもそれにしたら結構6年って今ってだ国内が8年海外9年じゃないですか、うんうんうん、そしたらじゃあ統一して8年にしようとか、うんうん、じゃあ統一して7年にしようとか1年ずつとかじゃなくて結構統一で6年って大きく出たなって感じしません？これはもう戦略なんだ、はい、大きく出てじゃあ譲渡して7でみたいな。あーなるほどじゃあもう間を取って間取ってみたいな。だから大きく打ち上げてるだけであって、はい、だからとりあえず上げてみたっていうのもあるんだよね。で上げないと進まないしね、はい、っていうところもあるし、うん、何かを上げないと集まって何やってんだって話になるから、はい、まあ上げたっていうところあるんだけども、うんうん、まあ甘いね。それ まずその一つの甘いねと思うところは、うん、やっぱ自分たちのデメリットを抱えてない、ねはい、選手会にとったらメリットしかないんだよ、うん、まあそうですね。6年短縮されて人的保障もなくて、うんはい、だってメリットしかないわけじゃん、うん、で自分たちは守られた中で、はい、自分たちの意見を主張してんだもんね、うんうん、それは通んないね。そうですね。だから言わなきゃいけなかったことはこれなんだよ、うん、俺がもう選手会側で一番正しい答えを俺が言います。はい、FA6 年にしてくれ、はい、全員自動でアメリカと同じように。ああなるほど。だからもう全自動 FA、うん、もう FA 宣言を使いますってことができないってことですね、うん、そう、うん、もう、うん、全員が FA 取得したら全員が FA になるっていう、はい、もうするとかし今はね、うん、FA 取ったら宣言しますかしませんか、はい、どうしますか、うん、そこに不明を踏まなきゃいけないわけじゃん、うんうん、ねしますって言った人の中からいろんな球団は交渉できるけども、はいうん、もう FA 権取った場合は全員が自動で FA になりますっていうのにしてくれだったらよ、はい、そしたら球団側にもメリットがあるわけ、うん、はい全員が自動 FA になるから、うん、その現役ドラフト以上に、うん、俺はもう現役ドラフトよりこっちの方がいいんちゃうかと思うんだけど、はい、現役ドラフト以上に選手の流動化が始まるわけ。それはそうですね。だって今だったら百何十人が全員自動で FA になるから、はい、その中で全員にコンタクトできるわけよ、うんうん、そしたら、ね、セーバーメトリックスっていうのを日本じゃ全く意味ないんだけども、うんはい、それが有効になるわけよ、うん、それを見てあれあんまり評価されてないけど実質めっちゃいい選手やなと、はい、うちのチームにフィットしてるんだと、うん、じゃあ取りに行こうとか、はい、できるわけじゃん、うん、それだったら球団にメリットあるわけよ、まあ、ありますね。資本力がないチームも、ねはい、マネーゲームじゃないけども、はい、そういうのに入らないで、ね、自分たちの考えでコストの安い中から、ね、いい選手を集めてきてチーム作りもできるわけよね、はい、で流動化もするし、うん、でそれだったら球団側にもメリットあるからひょっとしたら通るかもしれない、はい、でも選手側からしたら自動 FA になっちゃうから、うん、ある意味その時点でクビになる人もいる。いやそういう方も結構いるっちゃいる。そうどこも行くとこなくて、うん、取ってくれなくて、うんはい、いけないから、うん、もうとりあえず独立リーグ行って、うんね、この今回の秋吉、うん、みたいな感じで、うん、シーズン途中でどっか取ってくれるとこないかなみたいな感じで、うん、球団もう自動 FA じゃなかったらクビになってないのに、うん、自動 FA になった時点で給料が一気に下がるとか、うん、逆にクビになっちゃうっていうどこも契約するところありませんでしたみたいなのが起こるっていうデメリットあるんだけど、うんはい、それぐらいの勢いで言わないとってなると、うん、球団側にとったらその6年にするいや嫌だと思うけど、はい、でもこういうメリットもあんなっていう、それはそれでありかっていうのもあるし、はい、まあでそうなったら年俸高騰化していくから、はい
格差がめっちゃ生まれるわけよ、うん、選手の中でも、はい、だからそこの格差をどこまで許容するのかっていうところもあるけども、はい、メリットっていうメリットが生まれるわけじゃん、うん、でそことデメリットと考えながら通るか通らないかの問題になるけども、はい、今の問題だと球団側に全球団にやっぱりメリットがなさすぎるから、はい、それ通らないのよ、うん、で自分たちは守られる位置で発言してるだけだから、はい、それだったら6年にしてくれ自動 FA でって言ってみろっていう、はい、いやそれ結構半分ぐらいの選手はヒヤヒヤものじゃないですか、あの自分の能力次第で、うん、逆に言ったらよ、はい、そのチームで FA 取りましたと、はい、使いたいけど使えないと、うん、いろんな保証も関わってくるし、うん、契約してくれなかったら困るなと、はい、でも自動 FA になった時点で今までより移籍が活性化される可能性はあるから、まあ そうしたら他の球団に行って試合出るっていうのも行われるし、はい、あの活性化さ、そう確かに自球団でなかなか出番がない人がね、トレードもしてもらえないし、うーんってなってる人がいい、ね、そう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 活性化になる可能性ありますね、かもしれないし、うん、その12月に、はい、その総武リーグの移籍が活性化されることもなれば、うんはい、全員 FA 権持ってる人が自動 FA になるから、はい、その選手の自分自身の頑張りによっては、うん、今までよりも自分を高評価してくれるところが現れたりとかすることもあるし、はい、自チームでもっと給料が上がることもあるし、うん、でもダメな選手は一気に切られるから、はい、その格差は生まれるけども、うん、でもそういうメリットデメリットは生まれるけども、はい、球団にとったらいいこともあるし、ね、選手側にもいいこともあるし、うん、でもそのまま球界を消えていかなきゃいけないっていうデメリットもあるけども、うん、でもそれぐらい言わないとそりゃ通ったんよ、まあそうですね、今回の提案はちょっと選手だけがいい提案ですもんね、うん、そう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 、やっぱ相手のことをね、だからその、 広島カープの鈴木本部長も、うん、それは球団も苦しいしね、はい、それはあの今そんなこと言ってる場合かっていうのもあるけども、うん、まあ、打ち上げ花火を上げなきゃいけないっていうところで、はい、まあ、上げただけっていうのもあるけども、うん、まあ通んないね、それじゃ。だから俺はもう選手会に言いたい、うん、自動 FA もつけて言ってみろっていうそのぐらいこう勢いで、うん、それぐらい、うん、だって選手側にとったらメリットあるからね、はい、別にそれはありますもん、ね、デメリットじゃないから、うんうん、デメリットはそういう中途半端な人たちがデメリットがあるだけであって、うん、別に大きなデメリットはないわけ、うん、選手側にとっても、はい、だからそれぐらいリスクを持って自分たちもね、うん、はい、自分たちの権利を主張して意見を通す勇気ありますかっていう、うん、俺はそっちの方が通るんちゃうかと思う、今のままだったら絶対通んない、まあそうですね、でも自動 FA もセットにしたら、うん、でもこれも球団側にとったら、うん、お年俸高騰しちゃうよって言って、はい、デメリットにね、うん、感じるところもあるから、だからって言って絶対通るとは限らないけども、はい、まあ、それぐらいつけても面白いんちゃうかってどうせ言うんだったらね、うん、まあ、選手にとっては短ければ短いほど、まあ、いいのか、まあ、もちろん、うんうん、はい、だからそれも自動 FA にすればいいんだよ、そうですね、うんうん、そしたらもっと移籍も、そしたら現役ドラフトとかいらないからね、うんうん、そもそも、はい、それがほぼほぼ現役ドラフトみたいなもんですね、そう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 、うん、だから現役ドラフトもいらないし、はい、あの自動 FA にしたらその FA 持ってる人の活性化されるし、はい、だって FA 持ってる人ぐらいが活性化しないと、うん、その使えないからね、はい、そういらん個体トレードし押し付け合っても仕方ないからね、はい、あとあの引退が早まるっていうこともあるね、ベテランになってくると、うん、そうそう FA になってなるからね、はい、で若手取ってきたらもういらないから、はい、っていうところでね、そっか、だからまあ何にしてもメリットデメリットあるけど、うん、今のやつは選手会側にデメリットがないから、うんうん、で球団側にはメリットがないから、うん、だからなかなか通んないから、うん、そこはもうメリットデメリットお互いで共存しながら共栄していった方が通るんちゃうかと思うね、うん、そうですね、うん、まあどうなっていくか見守りたいですね、まあただ上げただけだから花火まあ上げとくかって感じですか、そう言っとかないと始まらないからね、はい、とりあえず花火上げとくかって言って、うんうん、まあ 3,4 年後ぐらいにまとまっていきゃいいよねみたいな感じだけども、はい、で落としどころつけて、はい、7年でどうですかみたいなね、だったらまあ選手もまあラッキーみたいな感じですかね、うん、そうそうそう、うん、なるけども俺は6年っていうぐらいだったらもう自動 FA どうですかぐらいもう勢い持って言ってほしかったなって個人的には思います、はい、はい、まあ、皆さんどうですかね、はい、はい。